バンドのロゴ。複数あるが、このタイプが一番多く使用されている。ボーイは日本のロックバンド。1980年代に活躍。1981年、群馬県高崎市出身の氷室京介、布袋ともやす、松井久始松を中心に東京で結成される。初ライブ後に高橋誠が加入し、1982年に、 モラルで、レコードデビュー。当初は6人編成だったが、同年秋に2人が脱退し、以降は解散まで4人編成で活動する。8ビートを基調としポップでありながらもシャープで、エッジの効いた縦乗りのロックサウンドや、ジャンポール・ゴルジエを、ステージ衣装に使用したり、逆立てた、ヘアースタイルなどの斬新なビジュアル等が、多くの支持を集め、フィフスアルバム、ビート・エモーションと、 シックスアルバムサイコパスは当時のロックバンドのアルバムとしては異例のミリオンセラーを記録した。シングルでも1987年にマリオネットが初登場1位を記録し、名実ともにトップバンドへとのし上がった。しかし、人気絶頂の最中の1987年12月24日に解散を宣言。この突然の出来事は世間に大きな衝撃を与えた。 翌年1988年4月4日、5日に完成直後の東京ドームで行ったラストギグズにてバンド活動に終止符を打つ。9万枚以上用意されていたこのライブのチケットはわずか10分で完売。予約の電話が殺到した結果、文京区の電話回線がパンクするという事態も起こり、これら一連の流れからボーイの人気は社会現象にまで発展した。翌月に リリースされたラストギグスはライブアルバムとしては異例とも言える150万枚のセールスを記録している。また、フォトグラファー加藤正則によって撮影されたギグスジャスト A ヒーローツアー1986のジャケット写真はボーイを象徴する一枚として有名である。バンド名に含まれているにはどこにも属さない、誰にも似ていないという意味を持たせている。その音楽性や バンドスタイル、メディアをほとんど利用しない強気な姿勢、斬新なビジュアル、絶頂期での解散、後に起こるバンドブームの火付け役となり、全国に数多くのロックキッズを生むなど、ボーイが及ぼした影響は絶大である。解散後も、ベストアルバムや未発表音源がリリースされると常に、チャートの上位にランクインしており、今日でもなお日本のロックシーンに変革をもたらした。 バンドとしてその地位を確固たるものとしている。解散の理由について、バンド側からの正式な解散理由は、解散から33年経った2021年現在でも、発表されていない。各メンバーが様々な状況が折り重なった結果だといったニュアンスの発言をしている。解散後について、メンバー間の関わりがあるもののみを記載する。ありがとうございます。